こんにちは、シルバトです。今回はですね、昔の雑誌を振り返ろう第2弾ということで、また新たにですね、ヤフオクで昔の雑誌を購入いたしました。今回購入したのはこちら、バンドやろうぜ1993年2月号、表紙は XJAPAN のヒデとヒースになっております。この1993年2月というのはですね、私シーバードは中学校3年生で、ちょうど受験が終わってですね、エレキギターを初めて購入したまさにその年月でございます。なので思い入れはね、非常に強くて、これね、当時僕持ってましたね。むしろ一番最初に買ったバンドやろうぜがこれだったと思います。で、今回振り返るのは、この記事の内容と、あと前回好評だった広告、当時のですね、キッズ向けのギター広告、これをね、見ていきたいと思います。この号の目玉としては、ヒデが語る新ベーシストヒースの正体、ヒースがどのような経緯で XJAPAN に加入したかっていうのを結構細かくですね、インタビューされております。これはこれでですね、今となっては非常に貴重なインタビューになっているので、別途動画撮りたいと思います。そしてバンヤロといえば、やはり課題曲ですね。この号の課題曲は爆竹のスピードとジュピター。これはね、まさにね、僕がギターを始めた頃にめちゃめちゃ練習していた曲ですね。そして最大の目玉としては、日本一のギタリストを業界人2500人が選ぶという企画がございます。1993年当時のギタリストランキングをこの後発表した後、当時のギター広告を見ていきたいと思います。では1位からいきましょうか。1位はですね、誰だと思いますか？1993年10代から30代まで、実に2157人のギターフリークたちに、テクニック、センス、ルックスなど全ての面から考えて、この人こそが日本一と思うギタリストを答えてもらいましたと。第1位はチャーさんです。今も昔も変わらぬ人気で、ダントツの1位だったみたいですね。316票になります。そして第2位は布袋寅泰さんです。布袋さんが247票ですね。そして3位が高崎明さんです。ご存知、ラウドネスのギタリストですね。そして第4位が我らがヒデ、XJAPAN です。そうそうたるメンバーですね。で、第5位が渡辺和美さん、 YMO のサポートなんかをやられてた方ですね。そして小暮武彦さん、元レッドウォーリアーズが6位で、7位がチャボさん、 RC サクセションのギタリストです。で、8位ローリー寺西さん、9位今井久志さん、10位鮎川誠さん、シーナンドロケッツですね、と続いております。そして我らがパタはですね、14位にランクインしております。で、13位が真島正俊さん、で18位に杉蔵さんがランクインしておりまして、ビーズの松本さんは23位。30位までのランキングはブログの方に掲載しておきますので、ぜひそちら見てください。では続いて気になるギター広告いきましょう。まずはですね、こちらご覧ください。右の方に安くなるのというふうに記載されておりまして、かなり著作ギリギリライン、ギリギリというか、結構アウトな感じでキャラクターがいますが、この時の人気ギタリスト、人気ギターが載ってますね。松本さん、布袋さん、ヒデさん、そしてグランドスラムの城田さんと、ヨシキモデル、一番左はヨシキモデルになります。これを見て皆さんちょっと気づいたことがあると思うんですけれども、寄りますね、上の方。布袋のニューギター、ゾディアックも、オンユーならバンザイプライスだ。オンユーというのはこの通販会社の名前ですね。ご覧ください。ゾディアックで布袋さんがギターを出していたのはご存知な方も多いかと思うんですけれども、SH2180 見覚えありますね。シャチです。そうなんです、シャチはゾディアックからも実は出てたんですね。この時は布袋モデルとしてリリースされていて、シングル2つになってますね。
別の通販会社にも載ってたんですけれども、やはり補定モデルとして売り出していたようです。でこちらも補定さんになっておりまして、まあ、やっぱりね、当時はキッズはもう補定さん補定さんという風な感じで、みんながみんな補定さんを追っかけていたような時代であると思います。でこのページにもシャチが載っていて、で左側に補定さんいるじゃないですか。で左下の補定さんにちょっと寄ってみます。でこう寄っていくとですね、あれと、補定風だなと、補定じゃなかったっていうオチでしたね。続いて我らがヒデの特集ページなんですけれども、まあサイケであったり 80X であったり、あと当時はですねフェルナンデスの MG180 というスルーネックタイプのギターもまだ販売されておりました。これかっこいいですね。そして注目すべきはですね、渡辺オリジナルのこちらですね。まあ木目が鮮やかなモッキンバードなんですけれども、 MG の特別仕様バージョン、マホガニーワンピースボディにナチュラルオイルフィニッシュと、なかなかいい音になりそうな感じですね。7万8000円ということで、この仕様でこの価格は二度と実現しないぞと書いております。まあ確かにね、これは見たことないですね。そしてフェルナンデスで新発売されていたのがこちらの FST90S。 これもねすごいですよ。ホンジュラスマホガニーのボディにメイプルネックでローズウッドでサスティナーがついて9万円と、まあ、今ね本マホのギター作ったらね、こんな値段じゃ全然収まらないと思います。当時だからできた価格ですね。そしてこちらピグノーズ、この間ね僕も動画にさせていただいたんですけれども、当時ね93年94年ぐらいになぜかまた再人気になったというピグノーズですね。僕も非常に憧れているアンプでした。まあさすがにね、この人みたいにこの腰につけて弾いてやろうとかっていうのは一切思ったことはなかったんですけれども、おしゃれでかっこいいなと思ってましたね。でそしてこちらルナシーの杉蔵さんとイノランさんのモデルが載っておりますが、93年、この雑誌が出た93年2月当時はですね、まだエデンが出てないですね。エデンがちょうど出るぐらいの前ですかね。なのでルナシーはこれから人気がズバッと上がっていくような感じでした。でここにも SH180 が載ってます。シャチが布袋さんとゾディアックの共同プロデュースによって生まれたニューホテモデルという風な紹介がされております。で続いて当時のズームの最新機種、こちらですね、9000。これね実は僕持ってるんですよ。実は今も持っていて、動画にしたいと思ってたんですけれども、あまりにもね音が悪すぎて動画にすることさえもちょっと断念してしまったっていう経緯があります。なので、ね、Zoom は当時ねあんまりいいイメージなかったんですよ。今でこそねめちゃめちゃいっぱいエフェクター使ってますけどね、開発者の方が頑張って今の地位を Zoom は築いたんだなというのがこのエフェクターから感じられます。そしてこちらですね、ロックテック、知ってる人は知ってると思うんですけれども、多分僕と同世代の人だったら一つはこのエフェクター買ったことがあるんじゃないかなと思います。安いんですよ。プラスチックでできていて強度は非常に弱いんですけれども、しっかりとそれっぽい音が鳴るというところで、歪みはボスのエフェクター買ったけどディレイはちょっと高くて手が出せないからロックテック買おうみたいな、まあ、そんなことねよくやってボスと並べて使ってましたね。非常に懐かしいです。オーバードライブ3000円、ディストーション3000円、イコライザー4800円、コーラス4200円と、当時の高校生からしたら非常にありがたいエフェクターでした。そして当時のマルチエフェクターを最後に見ていきましょう。コルグは A4G で、マクソンが PUE3G、デジテックが RP1 で、ローランドは ME6 ですね。デジテックの RP シリーズとローランドの ME シリーズはここから長らく続いていく人気機種となりましたね。という感じでいかがでしたでしょうか。当時のギタリストランキングと93年2月頃のギターの雑誌広告、昔の雑誌を見ていると新たな発見がねこうして見つかっていくので非常に楽しいなと
結構ハマっちゃってるんでね、また別の雑誌も買って面白かったら皆さんに紹介したいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。